んにちは、さきおり作家のなおなおです。今日は織機に縦糸を張る方法をご紹介します。縦糸を織機に張る時の大事なポイントは3つあります。1つ目はこのおさに目が飛ばないように1本ずつ丁寧に通すということです。2つ目は通った後に思い切り縦糸を引っ張りながら巻き取るということです。3つ目は最後に織機に縛り付けるときに均等な強さで結ぶということになります。では、織機に縦糸を立てるのに必要な道具をご紹介します。まずこちらはなおなおの織教室でも使っている、体験用または生徒さんが持っている織機もこのようなタイプになってます。卓上の織機で持ち運びが可能なタイプです。こちらは浜中さんのオリビエという、織機になってます。40センチ幅のものです。今回使用するのはこのおさ1センチに5本のタイプになります。あとは縦糸、ハサミとメジャーと縦糸を通すときに必要な糸通しの道具、あと通し終わったら巻き取るときにこのような紙カレンダーとか便利です。折るときに必要なものは板ひと、着物を裂いたものです。こちらが横糸になります。それでは早速縦糸の準備をしていきましょう。それでは縦糸を織機にセットしていきます。まず織機は手前がおさから遠い方、広い方が手前になってこのように折るのですが、くるりと逆向きにしまして、この狭い方が手前に来るように準備します。そうしたら縦糸の準備をします。この綾の作ってある方を手前にしてください。そしてこちらの長い部分を2回転ぐらい巻きつけると引っ張っても出てきませんので、くるくると巻きつけてみてください。そうしましたらこの綾の部分の紐をおさと平行にします。平行に持ってきまして、おさの向こう側に移動させます。おさの向こう側に移動させて、おさと平行になるように、セットします。この糸がこうおさの前に来てしまうと、ここの順番がぐちゃぐちゃになってしまいますので、必ずおさの向こう側になるように、平行になるべくなるように置きます。次にこの手前の
結んだ糸をほどいて、最初と最後結んであるところをほどきます。そして輪っかになっている部分とこの長くなった部分をカットします。はい、で今回は40センチのお肉で、折り幅が24センチ幅ということになりますので、こちらから8センチ切ったとこからスタートします。そうすると24センチ折って、こちら側も8センチということで、織り機の中心に24センチが来るということになります。では早速通していきます。このおさの小さい穴とこの大きい穴、交互に通していきます。小さい穴と大きい穴、ここからスタートです。両端は緩みやすいので2本2本と入れてから、あとは1本ずつ、最後も2本2本と入れて終わります。縦糸の取り方の説明をします。この綾紐に対して下から上、上から下というふうに順番に出るようになってますので、小さい穴、大きい穴、まず2本2本入れました。次にまた綾紐に対して下から上、上から下と、下から上、上から下と順番に出てくるようになってますので、この2本はどちらが先でもいいので、ここからは1本ずつ通していきます。この小さい穴と大きい穴、小さい穴、大きい穴、こっち大きい穴、またこのピンクの綾紐に対して下から上、上から下と取ったら、1本ずつこの小さい穴、大きい穴、小さい穴、大きい穴というふうに順番に通していきます。色が変わっても同じように順番に通していきます。この、綾紐から出すのがなかなか大変だと思うのですが、とにかくまっすぐ来るものが正解になります。ちょっと違うとこ引っ張るとこう引っかかってしまってまっすぐ出てこないのですね。なのでこれは違うというふうに考えて、
や紐の向こう側からまっすぐに来るものを2本ずつすくっていきます。これも下から上、上から下というふうになってます。24センチ幅の縦糸がセットできました。最初と最後は2本2本、こっちも2本2本入って、あとは1本ずつ目が飛ばずに通すことができました。ここできちんと確認してください。目が飛んでいると折った時に穴が開いた感じになってしまいますので、慎重に1本ずつ小さい穴と大きい穴に通していってください。そうしましたら手ぐしで整えます。こちらが織り機の後ろ側、こっちが前側になります。後ろ側のこの板に結んでいきます。まあ、ざっくりでいいですけれども、縦糸を分けまして、まあ5等分ぐらいにします。後ろ側は引っ張って巻きますので、ほどけないようにきちんと結びます。下から上からと肩結びにしていきます。でこの時にだいたいこのぐらいの幅だよということを覚えておいて、肩結びにするとこちらとこちらの長さがだいたい同じぐらいになりますので、この下からと上から大体このぐらいですね。肩結びにして5箇所結んでいきます。こちらの後ろ側の棒に結ぶことができました。でこのピンクの綾糸はもういりませんので、肩結びを外してほどきます。ほどきます。はい、もうこれはいらないです。そうしましたら、こちらの織り機の手前の方に巻きつけてあった縦糸を戻します。で引っ張ります。はい、こんな感じですね。そうしましたら、織り機の後ろ側に縦糸をぐるぐると巻きつけていきます。織り機のこちら側に金具がついているのですが、これを回していくとどんどん回って、止めたいときはこちらの杭を刺していきます。こちらも同じ仕組みです。止めたいときはこれで固定します。そうしましたら、このカレンダーがとても便利なのですが、してますので生地にひびいてきてしまいますので、ちょっと厚くします。半分に折って、ここにカレンダーを挟んで巻いていきます。
くるくる巻いていきます。で、ストップさせて、縦糸をギュッと引っ張ります。これ2つ目のポイントです。緩みがあると、折るときに緩い糸ときつい糸とっていう風になってしまうとうまく上がらないので、縦糸が。ピンピンに引っ張って巻いていきます。で、両隅は特に緩みやすいので、キュッキュッと両隅を手で引っ張ります。巻いていきます。で、この紙を継ぎ足して巻きます。巻き終わったら引っ張るという風なぐらいの感覚で引っ張ります。緩み分を両端取ります。このような感じで最後まで巻いていきます。一番最後の先っぽが出てきました。この縛ってあるところが一番端になりますのでハサミでカットします。で、最後にこちらの縦糸は織り機の手前の棒にしっかりと結んでいきます。こちらも5等分ぐらいにします。手前のこの棒に固結びで結んでいきます。一回結んだらちょっと縦糸を張った方が強さの確認ができます。なるべく同じ強さで引っ張るのが3つ目のポイントになってきます。これで、織り機に縦糸をセットすることができました。まず1つ目のポイントは目が飛ばないように1本ずつ丁寧に通すということです。2つ目は巻き取るときに力いっぱい縦糸を引っ張りながら巻き取る。3つ目は最後ここを結ぶときに同じ強さになるように結ぶということがポイントでした。ぜひ参考にしてみてください。なおなおでした。最後までご覧いただきありがとうございました。